東京港トンネルは東京都品川区にある都市計画道路東京湾岸道路の海底トンネル。首都高速道路湾岸線のトンネルと国道357号のトンネルが存在する。1970年に品川区大井府島と東京湾埋め立て地13号地を結ぶ海底トンネルとして計画された。当時は十三号地は埋め立て、開発事業の途上であり、 自動車専用の賃貝トンネルとして計画され、1976年に開通した間は、首都高速湾岸線で最初の開通区間でもある。平面線形としてはほぼ直線であるが、縦断線形が海底部に向かって下り、地上部に向かって上りとなっているため、下り勾配での加速傾向、上り勾配での減速傾向があり、両方向ともにこのトンネルを先頭とする渋滞が、 発生しやすい。海底トンネルのため、タンクローリーといった危険物積載車両は通行できない。また、トンネル内では車線変更が禁止され、時速7 0トルの速度制限がある。2004年には死亡事故が発生し、安全対策として、翌2005年には照明を増やす工事を行っている。首都高の東京高トンネル開通以後13号地において、 東京臨海副都心計画が策定され実施される中で交通量が急増していた。この状況を改善するため、国土交通省川崎国道事務所を事業主体とし、現在の首都高速湾岸線東京港トンネルに並行する形で、一般道路部整備が2002年に新規事業化された。計画では、首都高速湾岸線の両側にトンネルを建設する計画であり、 人前トンネルである首都高速湾岸線より深い位置に建設されるため全長がやや長い1470メートルであるこのうちに市域トンネルに関しては2010年11月15日に設計試行一括発注方式による総合評価方式入札が行われ鹿島建設大林組 JV が落札した同 JV による詳細設計を経て シールドマシンでの掘削を開始し、約10ヶ月間かけて2013年10月に貫通した。この西行きトンネルについては掘削及び二次復興を2013年度中に完成させ、設備工事をした上で2016年3月26日に開通した。歩行者、自転車、軽車両、排気量 50cc 以下の原付は通行できない。 東行きトンネルについては、2014年に入札が行われ大林組、鹿島建設、JV が落札した。2016年7月にシールドマシンでの掘削を開始し2017年1月に貫通した。2019年6月3日23時に開通。ありがとうございます。